おはようございます、岩崎です。さあ今日もですね、登山していきたいと思いますけども、今日登っていく山は、高尾山から、陣馬山への、日帰り縦走登山ということで、今日もね、登っていきたいと思います。もう12月、半ばに差し掛かって、今年も残り少しということで、年内にね、あと何回乗れるか、登れるか、分からないですけども、今日は、高尾山から、陣馬山、ちょっとね、あの6時間というロングコースに、なりますけども、頑張って、登っていきたいと思います。一応高尾山はですね、1号路の方から、登っていって、でまず高尾山山頂を目指したいと思います。およそ1時間半ほどですね。それでは早速行ってきます。があるんですけど、それ忘れました。はい、今到着しました。これでね、一つ目のピーク、越えました。少し、今高尾山の山頂で、少し休憩して、次は一丁平、小仏、城山の方までね、向かっていきたいと思います。こちら一丁平ですね、非常にこう開けた、感じになってて、トイレもあって、ベンチもあるのでね、一息、つくには非常に広い、ところになってます。小仏、城山、目指していきたいと思います。あと、1キロぐらいで、到着するみたいですね。それでは引き続き行ってきます。小仏城山、ちょっとせっかくなんでちょっと行ってみましょうか。城山のね、ちょっと手前にある展望台、景色良かったですよ。ぜひ立ち寄ってみてください。
構木道が多くて結構きついですね。仏城山到着。峠を通って影信山に向かいたいと思います。相模湖が、見えるみたいですね。一番最後に行く、陣馬山はあと7キロやってます。もう少しね足を伸ばして頑張って登っていきたいと思います。山頂からすごい綺麗に、ね、パッと開けた感じで、景色が見えました。あとね6キロ弱、かけて、最後のピークですね、陣馬山、目指していきたいと思います。いよいよ重装登山も終盤ということで